どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中根人エルザです。今回は復刻した花火について現環境でも強く引くべきなのかを解説していきたいと思います。限定調和の中でもルアンと違って性能の優れたキャラとなっており、 SP 問題を解決しつつ火力バフも魅力的なキャラとなっています。ただ実装から半年ほど経って新キャラも増えてきましたので、今の必要性などを改めて考えていきたいと思います。ということで今回は強みや欠点をはじめ、現在での花火無凸無持ちでの使用感をまとめていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それでは現環境での強みをまとめていきたいと思います。強いポイントとしては3つですね。まず1つ目、 SP 管理のスペシャリスト。唯一無二の性能で SP の上限アップだけでなく、必殺技によって回復が可能となっています。 SP の回復っていうところで言うとカーナがいますが、それよりも性能が高いというところですね。この SP 回復と上限解放のおかげで開幕から積極的に攻めれるのが魅力というところです。続いて2つ目は単体強化の性能が高いということです。スキルで単体の回心ダメージをアップすることが可能で、アップ率としては自身の回心ダメ 24% プラス固定値となっています。そのため味方の火力を簡単に上げれるようになってます。また必殺技で4ダメのアップもできますので、アタッカーの火力を伸ばすにはうってつけのキャラとなっています。続いて3つ目、行動順アップでサポートができるっていうとこです。行動順に関しては 50% アップと控えめですが、運用しやすい性能となっています。このあたりはクラーラとかウンリと相性がいいところですね。花火に関しては高倍率の回心ダメと4ダメアップだけでなく、 SP 管理も優れたキャラとなってます。この点は相変わらずというところですね。続いて現環境での決定を見ていきたいと思います。まあ、ここがちょっとというところですね。まず1つ目は漁師専用のバフがあるということです。花火に関しては漁師キャラの人数で攻撃力バフの性能が変わるようになっています。最大性能を出そうとすると漁師染めにする必要があり、それ以外の運用では基本おまけ程度のバフになるというところですね。ただこの漁師のバフに関しては花火も含まれますので、常に 15% ほどは発動しているという状況になります。続いて2つ目、バフと SP の相性があるというところです。回心ダメージと SP 回復という強力な性能ではあるんですが、回心がいらない持続編成や SP がそもそも枯渇しにくい編成の場合、扱いが難しくなっているというのがあります。なのでこの2つに当てはまる編成に花火を入れてしまうと逆に持て余す感がありますので、花火を入れるのであればすでに苦しいところに入れるのがいいかと思います。花火に関しては編成の適性があるため、花火を入れた際に供給型のチェックが必要になるというのが欠点なところですね。それでは花火の凸についてまとめていきたいと思います。今回は1凸、2凸、4凸、6凸ですね。こちらを見ていきたいと思います。まあ、性能としてはスキルの性能アップというところと、機械な謎の効果もアップとなっています。まあ、性能だけ見ると2凸負けするのがいいというところですね。攻撃力アップに加えて防御力無視まで付与されるというところがいいところです。火力貢献度をさらに伸ばせるというところなんですよね。さらに貫突すると回心ダメージを伸ばすだけでなく、対象が全体となるような効果となっていますので、かなり強力なものとなってます。貫突の中でも結構ズバ抜けた性能かなと思いますね。ただ貫突するまでが時間かかりますので、このあたりは慎重に考えたいところというところです。なのでもし花火を凸するっていうのがあれば2凸まででいいのかなっていうところになります。続いては公園水の候補です。おすすめの公園水は4つですね。まずはモチーフ公園水の人生は遊びです。回心ダメージが装備するだけでアップします。バフの性能をさらに強力にできる要素があるんですよね。しかも専用バフで回心率とダメージをさらに上乗せができます。持っているだけで花火の性能が爆発的に伸びるっていうのがいいところですね。続いて、だが戦争は終わらないです。DP 効率がアップするため、花火の必殺技の回転率がアップします。また、スキル発動後に、次の味方の4ダメがアップしますので、花火の行動順アップと相性が良くなっています。続いて、過去と未来です。スキル発動後に、次に行動する味方の4ダメがアップするため、戦争の公園水と似たような効果を発揮できます。まあ、違いとしては、EP の効率ですね。もし可能であればこちらを貫突すると4ダメの数値も戦争に近くなるっていうのがありますので、まあ、余裕があるならというところですね。続いて最後、ダンスダンスダンスです。必殺技の発動後に味方の行動順を早めることが可能なため、 SP 回復した後に一気に攻めれるのが相性がいい公園水となってます。
ただ火力アップなどはないため行動順のみの恩恵となりますね。まあそこまで順番が伸びるかっていうとおまけ程度っていう風な考え方もいいですが、ないよりかはあった方がいいかなっていうものになります。続いて異物の候補についてです。異物については速度アップと自身の回転率を上げれるメッセンジャーがいいです。スキルの発動回数を増やしたいため速度アップができる異物は花火と相性が良くなっています。一冊技の発動条件も満たせるため装備がしやすいっていうのがありますね。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関しては折れた竜骨ですね。会心ダメバフを少しでも上乗せできるのが魅力的なところです。ただこちらの公演数に関しては効果命中が 30% 必要となります。こちらがないと条件を達成できないというのがありますね。ただこれが達成できれば味方全体の会心ダメージがアップするため装備しておきたいオーナメントとなります。またこちらに関しては自身にも影響があるためちょっとした上乗せが可能となっています。それでは続いてメインステータスです。銅は会心ダメ、靴は速度、弾は HP か防御、縄は EP 回復となります。サブステータスに関しては会心ダメ、速度、効果抵抗、HP 防御で見ていくといいです。まあ一番効果抵抗で条件を満たしつつっていうところですね。続いてエンドコンテンツのダメのステータスです。こちらは実際クリアした時のステータスを参考にしています。まず HP は4星以上あるといいかと思います。意外と耐久力が低いキャラではありますので、そのあたりは整えておきたいところですね。で耐久面というところで言うと防御も1000以上あると安定しやすくなります。1000超えるようであれば HP4000 ちょっと切っても問題はないというところですね。続いて速度に関してですが140以上としています。ただこちらの速度に関しては使用するアタッカーに合わせてというところですね。まあ、速度はなるべくアタッカーよりも2から3ほど高い風に調整して合わせた方が速度の相性は良くなるかなというところです。結構速度調整のいるキャラかなと思います。続いて会心ダメージに関してです。 180% 以上を目指すといいかなと思います。それでは続いてエンドコンテンツの使用感について話していきたいと思います。まず1つ目、裏庭虚構除去は活躍が今でもできるっていうところですね。 SP の供給ができるっていうのがありますので、味方の火力源となるスキルを多用できるのが非常に相性がいいポイントとなります。また行動順アップもできますので、ターンの有効活用としてはとても優秀なキャラとなっています。続いて2つ目、末尾の幻影も優秀ではあるというところですね。末尾に関しては単純にクリアするだけなら気にしなくてもいいのかなというところですが、最短クリアというかできるだけ行動順の消費をしないっていうのがありますので、そこを緩和してくれる花火のスキルとしてはポイントに直結するため嬉しい要素かなと思います。ただ敵もそれなりに強いので耐久面などはしっかり育成してないと適性はそこまで高くないかなというところですね。ただエンドコンテンツに関しては花火を使っててきついのかと言われるとそういうわけではなく、使い勝手のいいキャラだなっていうふうに思ってます。それでは続いてパーティーの紹介に行きたいと思います。今回は3つほどになりますね。まず1つ目、弓花火入れの編成となります。これは昇級が入った編成になってますね。メンバーとしては弓、アベンチリン、花火、昇級となります。まあ、弓の残務が獲得がしやすい編成となってますね。で花火で SP の管理が楽になるのもいいところで、全員 SP の消費ができますので攻撃的になります。また弓の行動中と会心ダメバフが相性がいいっていうのも嬉しいポイントです。二突してるとさらに効果としては伸ばしやすいかなっていうところなんですが、正直昇級が入ったことによってドムキャラ一人でも十分かなと思うことがあったので、まあ、花火と組ませて使うと意外と相性のいい編成となってます。個人的には最近こちらの編成を使ってますね。続いて2つ目、陰月キャリー編成となります。まあ、陰月の編成では花火は必須キャラとなってますので、こちらの編成が固定になるかなっていうところです。低運と頬の EP 回復でより管理が楽になるのも嬉しいところですね。さらに会心と攻撃バフでより攻撃面が強力になるっていうところがいいところです。陰月にバフを集中させて火力を出すっていう編成になっていますので、比較的扱いやすいところかなと思います。まあ、陰月に関してはほぼもう花火は必須っていうところですからね。続いて3つ目、運利キャリー編成です。花火、運利、ロビン、頬となります。運利の火力をとにかく盛りまくる編成というところですね。で不足がちな会心ダメージに関して花火でカバーができるのが嬉しいところとなります。サポートの3人に関しては攻撃バフをモリモリにできますので、そういった点も相性がいいところとなってます。運利を使ってて意外とこの編成扱いやすかったので、運利を使う人にはうってつけかなっていうところです。意外と花火では相性いいんですよね。で花火に関してなんですが、
合わせるときは SP 消費を意識すると相性がいい編成が組みやすくなるなっていうのがあります。それもあって読み編成は無凸でも小級がいることで残務獲得はしやすい状態まま SP をちゃんと使い回せるっていうのが良かったです。またウーニの編成に関してはアタッカーを変えると応用が可能というところがありますね。常に SP を消費したいアタッカーと合わせると相性が良くなるんじゃないかなっていうところです。まあ、ただ今のアタッカーとかを見る限りはこちらの編成で使うことが多いのかなというところですね。それではバージョン 2.4 の環境から見た花火の復刻ガチャについて話をしていきたいと思います。今回はガチャについて現環境から見てガチャの優先度の3つで話していきます。まずガチャについてです。限定調和の中で唯一無二の性能で引く価値はありっていうところです。 SP に関するキャラというのは花火とカンワン以外はいない状態となっています。なので編成にいるだけで恩恵の大きいキャラとなっています。特に今の環境だと運理や読みといったアタッカーとも相性がいいためアタッカーの強化キャラとしては引いてもいいキャラだと思います。またキャリー編成を組みたいという人に関しても引くのはありなキャラとなっていますね。正直引いてて損はしないキャラかなと思います。続いて現環境から見てというところですがちょっとずつ使用頻度が増えてきているキャラかなと思ってます。ここら辺に関しては個人の主観というのもありますが花火に関しては小級の参戦により弓の強化ができたり運理といったアタッカーの出現によって花火の需要が上がってきているように感じます。運理に関してはクラーラと同じような使い方なので花火と相性がいいのはもちろんなんですが最近花火の編成に組み込むことが増えたなと思ってますね。またホタルの編成でキャラが固定された分その他の編成でもキャラの採用が変わってきてるっていうのがありますので花火がより活躍する可能性があると思っています。性能的に SP の上限が解放されるとかもなかなかない性能ではあるので、まあ、現環境から見ても性能的には優秀なキャラなのかなと思います。続いて3つ目、ガチャの優先度についてです。ここに関しては実際に持っててどういった順番で引くのがいいかなっていうところになります。個人的には読み、運理、小級をすでに持っているなら優先度は高いキャラかなと思ってます。まずこの3人についてですが花火と非常に相性が良く花火をゲットしたなら合わせたいキャラとなっています。まあ、小級を合わせるかどうかはまた別として読み、運理は特に合わせたいキャラとなってますね。ある程度花火入りの編成を試しましたが大体この辺りに落ち着いたので持っているなら優先度は高いかなと思います。例えば読みと運理の場合メインアタッカーとなりますのでこの2人と相性のいい花火は持ってていいかなと思います。で、読み編成を強化する上では先に小級をゲットしてさらに読みの性能を伸ばすというところで花火を入れるっていうのがいいのかなと思います。裏庭とかエンドコンテンツをいろいろ試しているんですが読み小級入りの編成に花火がいた方が早く決着がついたりということがありましたのでこの辺りは非常に相性がいいのかなと思います。まあ、全体的にガチャの話をすると復刻ガチャとしてはとてもお得なキャラなのかなと思ってます。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。